誰かと仲良くしたくないとか、なんでグループってああ面倒なことになるんだろうな。案外私もお前みたいに一人の方が好きなのかもな。冗談だと思ったけど、メイとはそれから毎日一緒にいるようになって、私が科学部を作ろうとしてるって知ったら、科学に興味もないのに入ってきて